何かのイベントがあるとかで、会場までのアクセスがいい場所に住む我が家に、一泊していった義妹との、イカことめ、まとりたてほやほや話を、フェイク混じりに落としていくよ。まず、手土産なし、電気つけっぱなし、冷蔵庫を勝手に開けて飲み食い、客室を散らかす、布団もパジャマもバスタオルも、そこら辺に放置、料理にケチつける、送迎命令、人のアクセに手を伸ばす、人の化粧品をがめようとする、と傍若無人にも程がある、ブルマイ。嫁子ちゃん、そろそろドモホルンリンクルが必要なんじゃないですか？てめえ同い年だろ、喧嘩売ってんのか。旦那も、いろいろ言われたらしく、珍しくかなりイライラしてて。ひどいな、叩き出すか。と言っていたので。私が、じゃあ、軽く揉んでいいですか？旦那、やーっておしまい。ゴングは鳴った。昼食にケチつける。外で食べてきな。シャワー室に昨日あった化粧品がないないという。あれ、あなたのじゃないけど。おやつを要求。本当に厚かましいね、ことめちゃん。トイレや廊下の電気つけっぱなし。消せよ。普段猫かぶりで、昨晩は愛想の良かった私が、一晩明けたら、本性丸出しのドキュン口調になっていたので、焦ったことめ。かわいこぶって、怪獣する方向にシフトチェンジ。かわいい妹に意地悪とか。ふええー。うん、かわいくないから。今日も泊まっていく予定だったんだけど、ことめ嫌われてるから出ていく。と出て行きました。その際、最寄りの、安くて安全なビジホがどこにあるか教えろ。ググれ。旦那も同調。お前の手に持ってる板は、LINE するだけのおもちゃか。車で送って。旦那、駅まで徒歩10分だ。歩け。3分歩けばバス停あるよ。私とことめがくんずほぐれつじゃれ合っている間に、旦那が簡単な被害状況を連絡したため、うとめさんたちに、根回しは不要との報告。仕事早いな、さすがは旦那様。どうやら、ことめ、ゴールデンウィーク中に、義実家に同居中のお姉さんにも、何かやらかしたらしく、あちらも、ことめにブチギレ、般若モードとの話。イベントとやらが終わったら、おとなしく、一人暮らしの家に戻るでしょう。嵐は去った。じゃあ、お姉さんの愚痴聞いてくるわ。お姉さんに話を聞いてきましたが、想像以上にひどかったです。義実家の修羅場に比べたら、うちでのバトルなんて、ものすごく些細でした。本能寺炎上と、マッチ棒を燃やすくらいの差がありました。まず、ことめは、冷蔵庫開けて飲み食い、化粧品盗む、散らかすなど、うちでやらかしたことの一通りは、義実家でもやってたみたいです。が、普段、温厚なお姉さんがガチギレした理由は、当然別にあり。どうやら、ことめ、コスプレ姿で、家の中をうろついたり、その格好のまま、門まで新聞取りに行ったりしたとのこと。コスプレと聞いて、私は、メイド服とかチャイナドレスを連想したのですが、ゲームのキャラのコスプレということで、お尻丸出しな半裸状態だったとか。変態だー。お姉さん家には、小学校に上がったばかりの息子さんがいるため、見て悲鳴を上げて、すぐに叱りつけたそうですが。ことめ、イケシャーシャーと。おいっこちゃん、性に目覚めちゃうかな。とお尻フリフリ。これでお姉さんは激高。そら切れるわ。気持ち悪い、殺してやる。と花瓶を掴んで殴りかかるお姉さんを、さすがにそれはと止めるとめさん。逆切れしてわめき散らすことめ。悲鳴を聞いて駆けつけたうとさんも、ことめの格好を見て呆然、ブチ切れで、義実家が修羅場だったそうです。とめさん、ストレスで熱出したって。確かに、ことめはスタイルがいいので、普段も露出の高い服を好んでいましたが、実家でコスプレで、しかも半裸姿って、本気で意味がわからない。一体誰にお披露目するつもりだったのか。彼氏の家でやれよ。なお、お兄さん、義士夫は仕事。息子さんは騒動時、友達の家に遊びに行ってて不在。不幸中の幸いと言うべきか。
うわぁ。の AI が、私の頭で横スクロールしっぱなしでした。豆腐の角に頭ぶつけて、真人間に戻ってくれないかな、ことめ。ありえないですよね。旦那が詳しくて、こういうの、と画像を検索して見せてくれたんですが。ティーバッグで完全にお尻見えてるし、胸元も、なけなしの布で隠してるみたいな感じで、商店街を歩いたら、間違いなく逮捕されるレベルだと思いました。もうすぐ30になるんだから、やめようよ、ことめ。しばらくは、うちにも義実家にも顔を出せないとは思うけど。実の妹がそんなで、息子まで侮辱されたお姉さんの怒りと、寝込んでるとめさんが心配です。